パソコン病院です。今回はハードオフ千葉美浜店、こちらの代わりにできたイオンマリンピア専門店、こちらのハードオフに来てます。山本代表がこのハードオフをツイートしていてできたことを知ったんですけれども、もともとあった美浜店は店舗の規模が大きかったので、こちらも期待して来てしまいました。それでは行ってみましょう。10月にできた店舗でしたので、とても綺麗でした。ハードオフでは初めて見ました。ジャンクカート、ジャンク商品が入ってるボックスを一時的に置く棚みたいです。パソコンの品揃えですが、ノートパソコンがたくさんありました。価格も比較的良心的で、初心者ジャンカーには優しい店舗だなと思いました。その中でも一番気になったのがこちらの2台です。左側にあるのがレノボで、右側がエーサーのパソコンなんですけれども、どちらも1100円だったんですね。どっちも安いんで2つとも購入しちゃえばよかったんですけれども、家がパソコンでいっぱいになっちゃうので、どちらか1つにすることにしました。状態を見極めたんですが、このパソコン店頭に出されたタイミングも商品説明文も全く一緒なんですよね。なので年式が新しい方を購入することにしました。右側のエーサーは第一世代の CPU なので、レノボの方が明らかに新しいモデルでした。調べてみたら2018年に出たパソコンみたいです。電源は僕が嫌いな 20V の細ピンだったんですけれども、ジャンクのパソコンと一緒に持ってきた可能性があるので、念のため電源アダプターのボックスを確認してみます。結構探したんですけれども、なかったので諦めて購入して次の店舗に行きたいと思います。帰りに店員さんと少しお話ししたんですけれども、こちらのノートパソコンは AC アダプターはもともとついてなくて、バッテリーの残量があったため、それで通電確認ができたとのことです。通電はできても起動はできなかったので、このように販売したっていう話でした。店員さんと少しお話しすることで、どういった状況で動作確認をしたかっていう話を聞くだけで、パソコンを直すヒントが得られるんじゃないかなって僕は考えてます。帰宅しました。それでは今回買ったノートパソコンを見ていきます。深い傷とか目立つ傷はないんですけれども、白い斑点が気になります。爪で削ってみると取れるので、まあ後で清掃すればいいんですけれども、なんか除光液みたいな感じなんですかね。中身の方は液晶の汚れがちょっと気になります。キーボードは綺麗なんですけれども、パームレストの表面がちょっと塗装剥げがありますね。それではこいつを直していきます。問題はこの細ピンなんですけれども、電圧を確認すると 20V なので、それに合ったものを探します。まあジャンカーであればこのくらいの電源はみんな持ってるかと思います。1個くらいはあったと思うので、とりあえず探します。僕の場合はあえてこちらの変換を使います。決してなかったわけではありません。あえてこれを使います。こういうイレギュラーな時でもいつでも対応できるように買っておいたのがこちらですね。100円で大体の変換に対応できます。とりあえずさせそうなものを適当に入れてみてください。選ばれたのがこちらです。電源は 20V 必要なんですけれども、 1V くらいは許してくれるかなって思うので、これを使います。ハードオフの店員の言う通り通電はしますね。っていうかこれメモリーが入ってないですよね。確かメモリーなしって書いてあったので、それは通電はするけれども起動はしないですよね。これってメモリースロット1個しかないんですね。とりあえずこれに合うメモリーを入れていきます。まあせっかくここまで分解したので、
グリスもカチカチになってると思うので塗り直しをします。これで電源がつけばいいんですけれども、起動しないためメモリを抜いたってあるのでちょっとわかんないですね。参りましたね。電源すら通電しなくなりました。とりあえずメモリーを入れて通電しなくなったのでメモリーを交換してみたいと思います。あとツイッターでちょっとこうやって言われちゃったんですけれども、試しに CMOS クリアもしてみました。再挑戦です。いや、一歩前進しました。通電は確認できたのでようやく商品説明にある状態まで持ってくることができました。あと充電もちゃんとできてますね。この後バッテリーを充電していろいろと試したんですけれども、やっぱり起動させることができませんでした。ちょっと椅子に座ってパソコンを見た時にこのボタンを見つけました。このボタン何なのかわからなくって、外装を見てみるとこういった矢印がついたマークがついてました。ネットで調べるとこちらノボボタンっていうものらしくって、リカバリーしたりパソコンに異常が起きた時に押すボタンみたいです。このボタンを5秒くらい長押ししてみてからもう一回電源を入れてみます。このボタン何なんですかね。なんか全てのパソコンについてるわけじゃなくて、レノボでよく見るイメージがあります。とりあえず BIOS のチェックはできたので、さっき入れてた 2GB メモリーから 4GB の方にアップしたいと思います。いや、もうこれメモリーを変えてからまた起動しなくなっちゃったんですね。それで起動したメモリーに戻してもそれもまた起動しなくなっちゃって、どうしようもなくなっちゃったんですよこれ。編集いじっちゃってさっきの BIOS 確認したところでちゃんちゃんで終わらせちゃえばいいんじゃないかってことで、今日はじゃあこれで終わりに。しようと思ったんですけれども、この AC アダプターを富士通のこっちに交換したらこれ通電したんですよ。これ本当にどうしようかと思ってて直ってよかったです。めっちゃテンション上がりました。今回 Amazon で購入したこちらの SSD を入れていきます。最近 SSD の価格めっちゃ安くなってませんか？セールの時とかまとめ買いするとめっちゃお得なので、定期的にチェックする必要がありますよね。下にちょっとリンク貼っておきます。よかったら見てみてください。OS を入れてみていろいろ分かったんですけれども、ちょっとこの白い斑点のシミが気になりますよね。あと暗いところで見ると枠の方になんか焼けみたいな赤くなっちゃってる部分があります。まあ、ちょっとここまではジャンク品ですし許容範囲内だとしても、これがちょっと致命的なんですよね。自動入力はありがたいんですけど、数字の2しか打てないっていうのがちょっとダメですよね。これキーボードの部品さえ買っちゃえばどうとでもなるんですけれども、もうこのパソコンにこれ以上お金はかけられないです。ちょっと皆さんこれを見てどう思うかわかんないんですけれども、ちょっと僕の持ってる荒技をご紹介します。パソコンとコミュニケーションを取ってあげることで反応が元に戻ることがあります。完璧に認識するようになりました。
今回のパソコンのスペックはこんな感じです。 CPU はインテルの i3 の7世代と同等モデルと思われます。今回かかった費用は4100円となりました。いかがでしたでしょうか。結局今回のいけなかったことは純正の電源ケーブルを使用していなかったっていうところにあると思います。 AC アダプターの方で過電流を防止するための制御装置が働いて通電しなくなったと思われます。キーボードの方は意外とキーボードの中ってゴミがたくさん溜まってるんですね。なのでノートパソコンをひっくり返して反対側からバンバン叩くだけでホコリが取れて接触が良くなるってことも過去に経験したことがあります。今回の動画を見て面白いと思っていただけた方はいいねボタンとグッドボタンよろしくお願いします。同じかいいねボタンとチャンネル登録お願いします。